光明星3号1号機は北朝鮮の人工衛星。2012年3月16日に発表され、4月13日に人工衛星を搭載したとみられるロケットが打ち上げられたが、ブースト段階で不具合が発生し衛星の軌道投入に失敗した。北朝鮮が発表した打ち上げロケットとしての名称は銀河3号で積載する衛星名は 光明星3号と発表されている。朝鮮中央通信は光明星3号を高度正式省衛星データ受信機であるとコメントしている。一方、北朝鮮の周辺諸国国際連合安全保障理事会の全理事国及び G8 各国はこの打ち上げロケットは事実上テポドン2号もしくはその改良型の弾道ミサイルを使用した。 ロケットもしくはミサイルであり、弾道ミサイル技術を利用した北朝鮮のロケットの開発、発射の停止を要求する国際連合安全保障理事会決議に違反すると主張して中止を求めていた。それに対して北朝鮮は衛星打ち上げが目的であり、陽動な宇宙の平和利用を約束する宇宙条約がアンポリ決議に優先すると主張して応じなかった。 東総座との位置と発射前に通告された落下予想区域4月8日に報道陣に公開された再開衛星発射場における銀河3号とその発射設備2012年2月29日に北朝鮮はアメリカとの交渉で合意に至りアメリカから食料援助を受ける見返りとして長距離弾道ミサイルの発射実験を凍結すると発表した その半月後の3月16日に北朝鮮の朝鮮宇宙空間技術委員会は4月12日から16日の期間に人工衛星を打ち上げると発表した。朝鮮中央通信によると人工衛星は地球観測衛星の光明星3号で打ち上げロケットである銀河3号を用いて平安北道鉄山群東総座との発射場から 南方に向けて打ち上げられるとしていた。北朝鮮はこの打ち上げが平和的な人工衛星、打ち上げ計画であると主張している。北朝鮮はこの発射実験について国際開示機関及び国際民間航空機関に事前通告を行った。一段目は韓国全羅北道の西方140キロ、二段目はフィリピン諸島の東方190キロの公海上へ。 落下すると見られた。2012年3月23日に北朝鮮外務省報道官は打ち上げ準備作業が本格的な実動段階に入ったと発表し、翌24日には本体部分と見られる物体が東総座との発射場施設に運ばれた。北朝鮮政府は4月8日に外国メディアを打ち上げ施設へ招待し、人工衛星の巧妙星3号打ち上げロケットの 銀河3号及び管制室の自由な撮影を許可した。案内役は、今回の衛星の打ち上げは、近日星の生誕100周年を記念するものだと、コメントした。打ち上げロケットの銀河3号は2009年に打ち上げられた銀河2号と高さ、直径が変わらず、テポドン2号を基とする同じロケットであるとみられる。 韓国軍の関係者は、発射施設の建築費が4億ドル、ロケットと衛星の製造費は、それぞれ3億ドルと1億5千万ドルで、合計8億5千万ドルの費用を費やしていると、計算している。この金額は250万トンの中国産トウモロコシの購入費に相当し、この食料があれば1900万人の国民の食料を1年間供給できるとしている。日本。 アメリカ、韓国などの周辺国は、この人工衛星打ち上げ計画は、実際には、弾道ミサイルの発射実験であり、弾道ミサイル技術を利用したロケットの発射を禁止したアンポリ決議に違反すると主張して反発した。この時期に打ち上げを行う理由として、2012年3月27日に、韓国のソウルで開かれた各セキュリティサミット及び2012年4月11日に、 投票が開始される、韓国の総選挙に圧力をかけるためとの見方もあった。2012年3月19日に中国外務省は北朝鮮の池在留中中大使に中国の関心という量を伝えたと発表した。中国の官営メディアも計画を批判するなど、これまでの弾道ミサイル発射実験の際と比べ懸念を強めている。しかし中国は、 北朝鮮のロケット打ち上げが国連安全保障理事会による決議に違反するかどうかについては明言していない。ロシア外務省は軍事、平和利用を問わず国連安保理決議が弾道ミサイル技術利用を放棄するよう北朝鮮に求めているのは明白だと主張している。また計画は深刻な懸念を呼び起こすと中国同様に懸念を強めている。日本政府は 国連安保理決議に違反するロケット打ち上げを各国と連携して中止を求めるとしていた。また、ロケットについて北朝鮮が人工衛星と称するミサイルと表現した。人工衛星と張り格好をつけたのは純粋な打ち上げロケットによる人工衛星の打ち上げであるとする北朝鮮の発表を認めないという意味合いがある。ロケットは 沖縄県先島諸島上空を通過すると見られたため、政府は2012年3月30日午前に国会内で安全保障会議を開き、弾道ミサイルとしての対処方針を決定した。これを受け、田中直樹防衛大臣は自衛隊法に基づく破壊措置命令、ついで岩崎茂統合幕僚長から航空総体司令官に対し、BMD 統合任務部隊の編成に関する、 統合爆料長指令を発出した。自衛隊が BMD 統合任務部隊を編成するのは2009年のミサイル発射実験以来に止めとなる。航空総体は今回、自衛隊が採用している弾道ミサイル防衛システムはイージス艦によるイージス弾道ミサイル防衛システムで運用される SM-3 とパトリオットミサイル PAC-3 で構成されている。 PAC-3 部隊は首都圏の他沖縄本島、宮古島、石垣島に輸送艦、大隅などで運搬され配備された。イージス艦は、明、甲が、日本海に、霧島と、長海が、沖縄周辺海域に配置された。中国及び、ロシアがイージス艦に、情報収集機を接近させる可能性があることや、ミサイル迎撃時には、 時間の防空機能が一時的に低下するため、航空自衛隊の F-15 戦闘機が警戒に当たった。また、行政機関においては、1万1の弾着に備えて、全国瞬時警報システムを通じて国民に屋内退避を呼びかける民間防衛を実施した。アメリカは、ロケットを発射した場合に、北朝鮮の最高指導者、キム・ジョンウンの資金を凍結するよう検討している。 2011年10月に合意していた朝鮮戦争で死亡したアメリカ軍人の遺骨発掘作業を中止すると発表した。アメリカ海軍は弾道ミサイルの探知、追尾が可能である海上配備 X バンドレーダーをハワイ州パールハーバーから西太平洋に移動させている。2012年3月24日、韓国の李明博大統領は タイのインラックシナワトラ首相と青画台で会談し、衛星打ち上げ計画は重大な挑発行為で、あるとして意見は一致、即時中止を求めた。2012年3月27日、リアキヒロ大統領は、イタリアのマリオモンティ首相と会談し、北朝鮮が衛星打ち上げを撤回し、国連安全保障理事会決議を遵守すべきだと指摘した。ロケットの切り離し部分が、 フィリピン東部海域に落ちると発表されたことから、フィリピンのアルベルトデル・ロサリオ外務大臣は懸念を表明した。台湾では比較的近い区域を当該ロケットが通過する予定だったことから、台湾陸軍及び台湾空軍が有するレーダーによる警戒を強化し、パトリオットミサイル及び天弓ミサイルを運用している部隊に対しては待機を指示していた。 2012年4月13日、韓国国防部が北朝鮮が平安北道鉄山群東総佐藤付近の発射場から午前7時39分頃にミサイルと見られる飛翔体を発射したことを確認したと発表した。打ち上げ後に空中分解し、打ち上げは失敗したと見られる。田中直樹防衛省は記者会見で影響は一切ないとコメントした。 北朝鮮は同日中に朝鮮中央通信の放送を通じて打ち上げの失敗を公式に認める声明を発表した。国際連合安全保障理事会は北朝鮮によるミサイル発射の事態を受け4月13日に緊急会合を招集して本案に係る対応の協議を開始した。日本政府は発射前は決議の採択を求めていたが 中路が消極的姿勢を示して、アメリカもこれに妥協を示したため、法的拘束力がない議長声明案で話が進められた。そして同月16日に2009年のミサイル発射実験の後の議長声明よりも強く、北朝鮮を非難する内容の議長声明を全会一致で採択した。声明では、ミサイル発射は過去の安保理決議1718と、 安保理決議1874に対する深刻な違反であること、地域に重大な安保上の有料を招いたことを挙げ、北朝鮮を強く非難している。また、安保理の下部組織の制裁委員会に対して、制裁対象となる北朝鮮の団体と品目を指定して安保理に報告するように指示した。さらに、北朝鮮が全ての核開発を完全に検証可能で、 不可逆的な方式で廃棄すること、今後、弾道ミサイル技術を利用したいかなる飛翔体の発射や核実験を行わないことも要求した。また、すべての国連加盟国が過去のアンポリ決議1718と1874に基づく義務を履行することを求め、北朝鮮がさらなるミサイル発射や核実験に踏み切った場合、アンポリにおいて、 制裁措置を取ることも明言した。この採択を受けて、日本の西田常雄国連大使は、日本の主張が反映されたもので、強く支持歓迎すると話した。中国は、毎年、北朝鮮に、定期的に、食料10万トン、石油50万トンなどの無償援助を行っているが、2012年は6月中旬時点で、食料援助の規模が1万トン程度に止まっている。 中国の説得を無視し、ミサイル発射を強行したことへの報復措置との見方がある。ありがとうございます。